栃木県大田原市で花束という花屋をしてます、臼井です。よろしくお願いします。うちでもよくやるんですけど、大きい会場とか目立つような長く飾れるような吸水スポンジは使わずに直接お水にこうつけられるようなアレンジメントを作っていきたいなと思います。色合い的には1年中通して飾れるような色合いでも作ろうかなと思ってるんで、はい、よろしくお願いします。まず最初にこうソケイっていうとこうグリーンですね、グリーンでこう埋めていきたいと思います。一応これはオランダの方でお墓で使ってるものなんですけれども、日本ではというか、まあ、こっちでは僕はこういうようなディスプレイでよく使います。あまりここ見せたくないので、パイプのなので、まあはらんでもいいですし、ペーパーでも何でもいいんです。隠しちゃった方が見た目綺麗ですよね。今日はモールなんですけど、少しここ幅があるんでポイントになる切り花を入れた時にここで固定したいんで、先にこういうのを巻いておくと後が楽かなっていう。直接お水にもつけられるし、長く飾れるアレンジメントなので、三方見ですね。後ろ側はもう考えてません今回。今回のユリは地元の、まあ、平出さんのユリなんですけど、ヨープっていうピンクのユリですね。ユリは全部つぼみの状態で納品をしてしまうと、やっぱりインパクトもないし、どこが開くかが分かってないとちょっとアレンジメント難しいんですけど、ある程度七分咲きぐらいで僕は納品はしますね。それでも結構2週間くらいは楽しめると思うんで、直接水についてるし、この場合はですね、このパイプを使ったアレンジメントの場合は上向きに咲くユリと正面を向いて咲くユリの両方のパターンでもどっちもディスプレイはしやすいと思うんで、結構これはブライダルの式場さんとか、例えばレストランとか、そういうところのディスプレイなんかにはすごく便利だと思います。次はちょっとポイントになるとデンファレですね。一応お花はこんな感じでもう十分だと思います。最後にこれアマランサスですね。この下のこう垂れるような感じのイメージで入れてきます。普通のフローリストナイフでもいいんですけど、研がなきゃいけなくなっちゃった時にやっぱり上手に研げなかったりするんで、カッターナイフだと切れなくなったらカッター刃を交換するだけだし、コストが安いっていうので、うちはみんなスタッフ全員フローリストナイフじゃなくてこのカッターナイフで仕事してます。常に切れ味が良くないとやっぱりお花の銅管を潰してしまう可能性がやっぱりあるんで、はい、でこれで完成になります。一応このベースをしっかり作っちゃえば時間そんなにかからずに、結構普通よりも大きめなオブジェがすぐに完成するので、結構大きい会場とか時間がない時のディスプレイなんかすごく便利だと思います。でここでユリを使うっていうのが、ここユリ4本ぐらいしかユリを入れてないんですが、一個一個すごく大きいし開いてから長いのでインパクトも出るし、ここでユリを使うっていうことがすごくメリットであり、長く楽しめるディスプレイ性の高いオブジェになります。